一つは何と言いましても補正予算の関係であります、昨日と今日衆議院の予算委員会で、補正予算の一応通過をする見通しということでありますが、補正予算につきましては我が党としては断固反対であります。というのはこれ前から申し上げてきていることなんですが、補正予算というのは財政法29条によってですね、例えば緊急に災害が起こったとか、どうしてもその当初を盛り込めなかった重要な緊急要するもの、そういったものに限定をされるというふうに明記しているわけですよね。ところがこの中身を見てみますと、ご承知の通り防衛費が過去最大の3998億円、実は補正予算に盛り込まれていると。その多く言ってみれば来年度の予算、そこで、盛り込めなかったものをむしろ前倒しでここの補正予算に入れていると。とするともう少なくとも財政法29条違反、こういうことにならざるを得ない。これはこれまでも国会でも何度か追及をしてきたことでありますが、本当にひどい話でありまして、兵器のローンのですね、返済分をこの補正にかませてくると、こういう格好で、過去最大の今申し上げた約4000億近くをここに盛り込んでくるなどということがある。あるいは自衛隊のソマリア沖アデン湾におけるですね、海賊対処行動、これに必要な経費であるとか、さらには、消費税問題でですね、中小企業に対する軽減税率対応のレジ導入支援策などについても盛り込まれているということなどがあるわけでありまして、言ってみれば、本来補正予算で組むべきでないものをみんなここに査定が甘いこういう補正予算に、盛り込んでくる、こっそりとやってくる、こういう格好であるわけでありまして、当初予算の防衛費を小さく見せる、こういうことが行われているということでありますから、その他の災害だとか何かの対策のものについて言えば、これは基本的には賛成なんですけれども、トータルとして今申し上げたようなことから言ってですね、反対をせざるを得ないということで、あります。これが補正問題であります。二つ目に、統計不正問題についてでありますけれども、なんといっても肝心要の大西、政策統括官、前の政策統括官を与党側が参考人として出すことを拒否をしたということでありますし、また西村統計委員長の招致もですね、総務委員会で拒否をされているということです。もうこの内閣は言うこととやることが全く違う、こう言わざるを得ないということでしょう。言ってみれば、大西さんは年末の年末じゃない、閉会中の審査で、そこには出てきて喋っているわけで、それを今このテレビ入りのところは拒否をするということだとすると、真相解明をやるとか再発防止をやるとかなんてのは言葉で真摯に向き合ってきますなどということを言うけれども、全く正反対のことをやってる。処分をしたと言ってるけども何のことはない。これは事実上口封じでですね、組織的隠蔽そのものと言わざるを得ないということだろうと思います。そういう格好であるならば、この大西さんそのものが職務を担わせるのに適当でないというならば、この根本大臣そのものがこの真相究明にですね、全く後ろ向き、こういう状況なんですから、大臣の職務を担わせることは適切でないと、こう言わざるを得ないんじゃないか、論理的にそうなるんではないのか、こう言わざるを得ません。本当に昨年来からのこの安倍政権の状況を見ていると、公文書は隠蔽はするわ、改ざんはするわ、偽装はやるわ、捏造はするわの安倍政権、国民の印象はそういうことでないか、
というふうに言わざるを得ません。これで少なくとも政治や行政に対する信頼を取り戻すなんてことはできっこない。しっかりとこれは本予算の審議の中でも、もちろんその前に予算の集中審議がありますけれども、そうした中でもですね、徹底して追及をしていかなきゃならない。これは本来与野党がこぞってこのようなですね、問題というのは解明をし、再発防止をやり、政治の信頼を取り戻す使命なのに、全く与党が自ら、こんなことを隠蔽に、走っている、こう言わざるを得ない。厳しく批判をしておきたいと思います。3つ目に、IMF、 アメリカが IMF 離脱表明をしたことについて述べておきたいと思います。ロシアが INF 条約に違反する、中距離、弾道ミサイルの配備をですね、撤回していないと、このようにトランプさんは批判をして、この条約から離脱をする意向を通告をいたしました。実行はまださらに180日もかということのようですけれども、INF 全廃条約のですね、廃棄はまさに日本国民にしてみれば被爆者の願いを踏みにじるというだけではなくて、国際的な核兵器禁止の流れに逆行することと言わなきゃなりませんし、このままでいくと米ロに加えて中国を加えた大国のですね、核ミサイル競争がですね、強まっていく、こういうふうに言わざるを得ないのではないか、一気にこれを加速する言っても過言ではない、このように見ています。我が党としては断固このことは、トランプさんのこの言動については抗議をしておきたい、いうことであります。もちろんロシアのそういう対応そのものも非難されるような中身があるとすれば、このことも非難をしなきゃならんいうことだろうと思います。で、こういう事態が進んでいくと、軍拡を強めるアメリカ側にしてみると、日本に中距離ミサイル配備を求めてくる可能性があるわけでありまして、ただでさえロシアのラブロフ外相はですね、アメリカが欧州や日本に導入をするイージス・アショアが攻撃に転用可能だということを報告をしていますけれども、米ロ対立が深まれば、安倍政権がもう25回もやったとこう言ってますけれども、全く進展のないこの北方領土交渉、これにも大きな影響を及ぼすことが当然懸念されるわけであります。少なくとも同盟国という以上は、こうしたトランプさんの言動に対して日本政府はしっかりと働きかけて、やはりこの離脱方針そのものを批判をする、離脱すべきじゃない、やはり核軍縮をしっかりと進めていくべきだ、本当にですね、30年来この核軍縮の歩みを進められてきたわけで、これを全く無に帰すような馬鹿げた話はむしろ抗議すべきだ、唯一の被爆国だからこそなおのことそのことを言うべきだということを求めておきたいと思いますが、残念ながら沖縄の現状のことを見るならば、全くアメリカに何も物を言えない、アメリカの51番目の州知事以下だというふうに厳しく批判をしておかなきゃならんと思います。次いで、辺野古新基地建設中止の問題について述べておきたいと思います。辺野古新基地建設でですね、この軟弱地盤が明らかになってきて、これで、さらに大規模な地盤改良工事が必要だということになってきて、砂の杭をですね、約6万本打ち込まなきゃならん、そういう方向が出されてきました。軟弱地盤であるということは、もうもともとこの2014年から実施をした防衛省の海底ボーリング調査でも判明していたのに、一方では工事どんどんやりながら、そういうことは情報は隠してきた、まさに安倍政権の隠蔽体質そのものの一つでもあるわけでしょうけれども、こういう格好でですね、やってきて、とてもじゃないけれども先立っても申し上げたような安倍政権のフェイク体質というふうに言いましたけれども、この地域からですね、サンゴは全部移したとか、絶滅危惧種は全部他のところへ移したとかなどということを安倍さん自らが
まあ、言っている、こういうことを長弁をしているわけでありますけれども、沖縄県民にとってみればこんなことはもう容認できる話じゃないということですし、当然、玉城知事はこうしたですね、工事、改良の計画変更をですね、出されても拒否をすることは明らかだろうと思う、まあ、当然のことだろうと思います。そういう意味ではやはり工事を中止をしてしっかりと沖縄県民と向き合うということをですね、真剣に話し合うということを改めて求めておきたい、このように考えております。以上、私の方から4点申し上げました。ちょっと早く言い過ぎたか。はい、日経新聞の山田です。はい、麻生太郎財務大臣が、3日のですね、地元で その国会報告会におきまして、まあ、年寄りが悪いみたいなことを言う野郎がいっぱいいるけれども、それは間違いだと、子供を産まなかった方が問題なんだというふうに発言されました。昨日、今日の予算委員会の中で謝罪撤回はされてますけれども、この発言についてもお願いします。もうなんていうか、何度も何度も何度もこういう、麻生さんの見識のない発言というのは続いているわけで、呆れて物を言えないということだけども、物を言わなかったら悪いですから、まあ、当然のこととして、予算委員会であれ何であれ厳しく追及をする、批判をするというのは当たり前だろうと思います。一人一人がどのような生き方をするかということに関わる問題を経験に、子供を産まないことが問題だろうということを言うこと自体、それによって本当に傷つく人々、不妊治療を受けたりいろんなことをやってる人々もいるわけであって、もう全くそういう意味ではもう副総理だとか財務大臣だとかって資格がない、麻生太郎だと言わなきゃならないという気がいたします。はい、どうぞ。フランスの酒井と申しますけれども、自民党の平沢勝栄議員が山梨県の平沢仲介で LGBT ばかりになったら車潰れるという発言をされましたけれども、この発言についてもこのように全く今の麻生さんのものと同様です。お話になりませんね。はい、国会用新聞の玉川です。参院選の比例のですね、野党の統一名簿の構想について、改めて社民党としての立ち位置を教えてください。一つの方策ではあるんですけれども、それやる前提というのはね、そこに加わる対象者がみんな納得合意ができるということが大前提だと思うんで、今のところ立民さんと国民民主党さん、もともとは一つの党で、これは3年前は一つの党でしたから、逆に我々が統一名簿でしっかりとやろうじゃないかという呼びかけをしてやったときに、たまたまその時は、当時の民進党は拒否をされたわけ。今度は国民民主党と立憲民主党で全く相違うことを、まあ、言ってるということですから、これ成り立たない、その話は。論理的な問題としてね、みんながこぞって野党が一つになって一つの名簿で戦った方が、全てのそういう各党を支持していただいている人々がそこに投票いただくなら死に票がなくなるという意味でね、相乗効果でプラスになるという論理の問題としてはあり得るけども、しかし、まあ選挙はどうしても各党のそれぞれの利害特質があるわけでありますから、今のところ、まあ、これ以上言うとまたなんですか、オフレコで言うならば、立民さんにしてみればよそ様を救済するために俺のところは何であんなことやらないかんかということが、まあ、なってくるんだろうと思いますね。これは表向いて立民さんのことは言わないと思いますから、今オフレコと言わせていただきましたけども、そういう利害特質が各党にある、みんなが気合が一致しなければ成り立たないということは公式に申し上げていいと思います。
はい、はい、その比例統一で1枚になって期待感が生まれるっていう議論と、それぞれ政党が違う有権者数に食い込むことによって相乗効果で通されて増えるっていう2つの議論が今進学の組になってますけど、マテイさんどっちを。うん、今のところ成り立たないから言ってみてもしょうがないねえ、あまり、変に言うとなんかあれは立民と同じことを言ってると言われてみたり、あれじゃ国民民主党を応援した格好だと言われてみたりということはありますから、これ以上言いません。私社民党は今日もね、他の政党の人から言われたんですけど、社民党は立民と統一会が組んだからその立民と一緒なんでしょうみたいなことを言われたんです。そんなことありません。全く社民党は選挙協力の問題について言うならば中立です。みんなで、ね、力を合わせてできる選挙区の候補者一本化問題について努力をしていく。例えば国民民主党が一人区で出れるところに立民さんがもしぶつけていくみたいな話だったら、それやめとけよということを厳しく言わなきゃならない。その逆も、立民さんが立ってるところに国民民主党さんがぶつけるなんて話になったら、それは当然のこと言われる。あるいはこの独りよがりでどっかの政党が勝手にね、公認候補をバーンと発表するなんてことは、これは今も厳しく批判をしています。そういう点でやはりどうやってみんなで力合わせができるかと。今大事なことは国民の皆さんが安倍政権に対するね、政策対抗軸をしっかり示して、それに基づいてみんなが力合わせをすることによって国民が野党に期待をする、あるいは信頼を高めるという、そういう共闘の力を作り出すことが大事なことであってね、それを阻害をするようなことについては、私は社民党はずっと昔から一貫して全野党共闘路線を取ってきて、今日も野党共闘の要役を任じている、自他ともに任じてますけども、そういう立場から言えば、立民に対しても国民民主に対しても共産党に対しても自由党に対しても言うべきことはしっかりと言わせてもらうということの立場を取っています。ですから統一名簿問題についても、今の段階であれこれ論理の問題はあるとしても、実態的にですね、どちらかに味方するような格好になることはあまり触れない方がいいと、こんなふうに思っております。事実上無理だろうと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。皆さん方もまだ取材があっていただきましょうけど